みゆき、ど、おお、誰かがリモコンでつけた。そんなこともできちゃうんだ。それ大きな町の電気屋さんで見た時より。今日のニュースって言ってるけど、本当にあっちの世界に行ってから。そうだね。けど、規模な崖崩れが発生。課外キャンプの生徒らやっぱり騒ぎになっていたんだ。ついたロープウェイで事故。このロープウェイ見覚えある。地滑りで廃工場が倒壊、付近の道路が進む。たくまさんも見覚えあるよね。あるも何も、ここは僕らがさっきまでいた。そういうこと。待て、頭がこんがらが。これって偶然の出来事じゃないの？やっぱりそういうことって。私も全部わかってるわけじゃない。知ってることはちゃんと説明するね。そのためにも拓馬さん。わかった。ここじゃ。ここなら誰かに聞かれる心配はなさそうだな。これは全部私の推測なんだ。私たちがいるこの世界と私たちが飲み込まれたあっちの世界つながってるんだと思う。それはそうだよね。出なきゃ行ったり来たりできないよ。そういうことじゃないの。あっちの世界で何か事件が起きると、それと対応するようにこの世界でも何かが起こる。さっきテレビのニュースで言ってた事故。それって思い出して、たくまさん、ロープウェイや廃工場で何があったか。世界の出来事がこっちの世界に影響を与えてるんだと。その証拠にと言えるかわからないけど、もしかしてそう、どちらにも霧が立ち込めてた。何かが起きる時は必ず霧があたりを覆ってたの。ということは、あっちの世界で霧が出ているところには悪いことが起きて、そのうちこの世界にも影響が出る。多分それやばいじゃないか。あっちじゃこの校舎にも霧が出てた。あそこにはまだみんないるかもしれない。あっちにいるみんなに
もしものことがあったら。このことを知っているのは、私と止められるのは私たちだけしかいないの。そう、みんなを助けられるのも私とあなた、私たちがあっちの世界に戻って、みんなだからって僕らに何。現に僕らはあっちの世界に戻る方法さえわからないんだよ。戻る方法ならある。え、私の歌で二つの世界がつながるの、たくまさんも見たでしょ。あれは水瀬家に代々伝わる力なの。水瀬家に代々伝わるって、それじゃあのおばあさんが言ってた集団失踪事件で消えた水瀬家のお嬢さんって。うん、私のこと。やっぱり。それじゃあみゆきとハルがあっちの世界に行ったのは 50…。 みゆきの受け継いだ不思議な力っていうので、もし仮にまたあっちに行けたところで霧が入っ、あの霧を操っているのは主。うちの世界で子供たちを飲み込んでるのも。だけどどうしてその主は。50年前、私があっちの世界にさ、他にもたくさんの子供が同じようにさらわれたの。だから私も最初はただの偶然なんだと思ってたけど、違ったの。主の狙いはミコの血脈。ミコ、それが欲しい主は何百年も待ち続けていたの。たくまさん、お願い、私主の因縁を断ち切りたい。あの子ハルを救うためにも主を止めたいの。止めるったって。私にもわからない。でも何より私、ハル、それにあっちの世界が壊れていけばこの世界。みゆきの言う通りだ。そばにずっといてくれた。主に飲み込まれそうになった時だって真っ先に駆けつけてくれたのは今度だって。これ以上は僕みたいな子供じゃ。それが難しいことは。それに信頼できるあったくまさんとあぐもんは強い。そこにいるの。おお、やっぱりタクマか。先生、まったく、戻ってきたならちゃんと報告してくれ。ずいぶんさ、やじ馬だか本当に行方不明だかわからない学生もいて、今大タクマはミノルたちと一緒に行動していたはずだな。それに、実は僕、みんなとはぐれてこの子に案内してもらってたんですよ。そうだったのか、他の連中。ひと、いや、たくまさん、たくまさん、いや、ミノルたちのうちの誰かがファルコモンたちと一緒。でもそれなら私たちみたい。それに。
グモン、お待たせ。あー、やっと戻ってきた。悪いけど話は後だ。今はすぐに神社に向かわなきゃ。あれ、タクマさん、お前も無事だ。おい、で、タクマ、み、うわ、今の、なんだ。化け物だろ、あんな暴れててさ。タクマさん、ああ、これは思った通りのヤバい。あ、ちょっと君たち、タクマ。ああ、タクマ、大丈夫。出て、焦りす。おい、おタクマさん。あの時、私は渦に巻き込まれ。なんだお前は。こっちを向いておとなしく。うわっ。悪魔さん、この音。それにこの気配。悪魔、あれ見て。やっぱりピエロ。裏の祠？ちょっとそこの君たち、危ないから下がって。やばい、下がって、みんな下がって。なぜだ。それなのに。ピエモン。ミユキ、近づいちゃダメだ。ピエモン。なんだと？私のどこが間違っ。あれは、ルシは、あなたの思っているような存在。そんな、で、アクモン、アカチミユキ、今、うわ、人間に媚びを売る裏切り者がどこまでも邪魔をしよ。私の邪魔をしたこと。違うの、でも私はお前だから。そんなことをしたって何の意味もないのよ。私には分かるの。魂を奪われている間、ルシと同じ世界を見ていた。ルシはあなたのことなんて最初。お前の言うことなんてたらめ。ルシを冒涜する者はこの私が許さん。悪魔、分かってる。まずは悪魔。分かっ、悪魔。うわ、やっべえ。いや、これマジなやつじゃないの？あの、ちょっと写真写真。君たち、危ないか。愚か者ども、戦うぞ。
かっ、やっぱ決め。たくまさん、崩れた神社を見て。裏のほ。そう。あの祠は主、今まではあの祠のおかげで主のあれが壊れたってことは。霧が島を覆い尽くす。みんな怖い霧に飲み込まれちゃうよ。もう時間がないの。主は私を奪い返そうと。みゆき。たくま。たくま。悪魔。
からどうすべきか。やっぱり仲間を見捨てる。タクマ、今までだってその仲間に危機が迫ってるなら3人で。うん、私も今度はみんなを助けるために。ああ、それで簡単だよ。そうでしょ。うん、はぐれないように。わって母さんから。うん、まだ鳴ってる。もしもし母さん。あ、タクタクマが帰ってくるのってさ、明日だっけ。預かってたプリントどっかやっちゃって。あ、それくらいで電話してくるなよ。ほんと。どうしたの。そんな。やっぱりいつまで経ってもこ。よし、わかった。明日のお夕飯、たくま。これ。そうよ。だっ。ごめん、みゆき。え？みゆきを手伝うって言ったけど、あれ、手伝うんじゃない。僕たちが、僕たち。僕も、一緒。たくまさん、はぐ。それじゃ、今度こそ戻ろう。浮田、巫女、戻ってきた。